次の試合は、グゲさんと、ウーゼンさんになります。グゲさんとウーゼンさんです。さあ、1回戦、これが第6試合ですかね。 1,2,3,4,5,6 天京さんのソル2段とポケモン勢さんの回5級ですね。まだ発売して1ヶ月経ったかな、経ってないかなぐらいですよね。ブレイブルーはアブレブルーじゃない、ギルティーは。なのでまだまだ開発途上のところで大会を行っております。まあ、どんな展開になっていくのか。お互いやはりブレイブルーズということですね。天京さんは、前回ブレイブルーのアニパラ最強決定戦でクラシックの、代表権を取ってたんですけど、お仕事の都合で出れなかったので結構な誤差で、さあその腕をギリシーに浮かせていけるか。さあがっつりと昇竜決めていった天京さん。さあ飛びを通して天京さんが一気にダメージを取っていく。画面を走って抜き抜ける。うまく割り込んだがコンボには繋がらず。さあ画面を横断で右から左へ飛ぶかと思ったところで中央での攻防。さあ若干ぶっぱ傷は浅かった。さあお互い攻め気が見えるいい感じですね。そのあとコンボ見せたか。さあローマッチャンして、さあ中段通ってダメージはそれほど大きくなかった。まだまだ開発当然ですね。さあ2本目をポケモンデーさん取り返すことができるかな。まあ1本目のお返しとばかりに昇竜、昇竜で決める1対1。3本目どちらが取るか。開幕は痛み分け。お互いガンガン攻めるスタイル。おっと暴発、また暴発か。あ、昇竜は見切った。この昇竜はもう見たと。はい、有利に試合を進めているのは天京さん。このまま押し切ることができるかな。マッチアンカもしかしもう中途半端になったところをしっかり見逃さなかったがコンボミス。勝ち取ったのは天京さん。勝てないのか。さあでは次はグゲさんとウーゼンさんです。ウーゼンさん、さあ見ていきましょう。第1回戦ラストの試合ですね。1回戦 1,2,3,4,5,6,7 試合目、グゲさんのファウスト、カードなし、それと、ウーゼンさんのミリア6段です。さあグゲさんの、実力は未知数です。ウーゼンさんは昔からやられておりますので強敵であることは間違いございません。さあ怒涛の攻め、画面端から逃がせない。お前はそのまま画面端を背負って打ち果てろと言わんばかりの怒涛の攻め。何が起こってるか見えない、それ知らんしって感じで一気に決められてしまいました。恐ろしい橋攻めですね。非常によどみない動きが、よどみない。さあここは投げで返して位置を切り替えた。さあ気を取り直して2本目に臨みたいグゲさんです。しかし右へ左へと上へ下へと攻撃を揺さぶられるので落ち着く暇もない。さあ画面端怖い、きっちり中段を見ましたね今。さあ変な球飛んできた。さあ投げで切り返して、さあ攻めが半端ない。
すごい勢いで動画を攻めます。繰り広げていくウーゼンさんが、取っていく。勝ったな、ウーゼンさん。さあ、これで1回戦が終了しました。さあ、始めていきましょう。2回戦第1試合、ベガスさんの回8段と飛脚さんのアクセル2段ということですね。さあ、始めていきましょう。さあ、坂本ジュレッタことベガスさんはいろいろなゲームをやられて、いろいろなゲームが結構うまいです。お客さんを僕はまだあまり大会とかでお見かけしたことがないので、その実力未知数という感じなんですが、段位的に見ると、ベガスさんが圧倒的に高いということですが、さあどうなっていくでしょう。まだ始まったばかりのゲームなので、段位数がそれまま実力とは限らないですね。さあ、ガンガンと攻め立てているのがベガスさんですが、要所要所で長い鎌を使って割り込んでいっている飛脚さん。さあ、このコンボ死んでしまうか。まだ知らない。しかし怒涛の攻めが続いていって取ったのはベガスさん。まず1本、おっと、ファーストモルタか。一気に耐えるか、半分のダメージを受けてしまう。あー、ゲージ的にもかなり厳しくなってしまった飛脚さん。肩やゲージもかなりいい状況のベガスさん、崩すことができず、勝ったのはベガスさん。さあ、次は、アシュラさんと新山さんです。アシュラさんと新山さん。さあ、第2回戦2試合目、アシュラさんの先ほど教えていただきましたエディではなく、今回ザトウなんですね。ザトウ武将一？ああ、そうですか。それと新山さんアクセルとなります。まあ、名前が、人が違うんですかね、他のこれ。さあ、そんなこんなに言ってるともう試合は大きく流れてて、新山さんが体力を一気に奪っている。さあ、画面端に追い詰めて逃がさない。ファースト漏れちゃったか。佐藤さん大丈夫か。さあ、7団体9団の戦い。さあ、ナイスタイプ。お互い5分という形回りで、きっちりダメージを取っていく新山さん。これで、あ、投げが通る。おっと、死体をむち打って観客からブーイングが。しかし新山さん、そのくらいではへこたれない鋼の心を持つ男。さあ、佐藤さん、佐藤さんじゃないや、アシュラさんが投げ通して、さあ、2本目は体力を取っていくのが佐藤さん、佐藤さんじゃないって言ったか、アシュラさん、さっき覚えた名前なんで、ついつい言いたくなりますよね、佐藤。さあ、位置が切り替わって、画面端を背負ってしまう、アシュラさん、ここから、新山さんを殺しきれるか、投げ通して。中段が通ったが、おっと、これフォローがうまい。新山さんのフォローが光る。しかし、お互いこれどうなるか。さあ、画面端置き攻め通して、まず1本取り返す。だ、アシュラさん、たびたびすいません。お互い下半身ムキムキ対決です。投げ
そして画面端の目で、おーっと見えない見えない、どこから攻撃するのかさっぱりわからない。今一気にダメージを取られたのは新山さんだが、新山さんここからが粘っこい、粘っこさに定評のある新山さん、ここから逆転することができるか。おっとドリルがちょっとかする、お尻が痛い、お尻にドリルが突き刺さって、さあ画面端見えない見えない、僕には何も見えません。あ、何が当たったのかすらわからないうちに取ったのはアシュラさん。わあすごいですね、今回、最高段位を食ってしまいましたアシュラさん、さすがです。さあ次はドイ、さあ2回戦第3試合、ドイくんさんのソル4段と天京さんのソル2段、ソル対ソル同キャラ対決です。グレイブルーでもよく見る顔合わせとなりますが、グレイブルーではラグナを使っている分、ドイツさんの方が若干リードがあるのではという気がしなくもないですが、やはり別ゲームなのでそういうわけにはいかないのでかと言っている間に怒涛の攻めが決まっております。さあ12ビート、そして投げて物理入って、さあ結構痛いですね。あれこうなるとドイツさんは無理をしません。ここでパーフェクトが出ました。さあ1本取ったなドイツさん、さあ取り通した、あーそうです、バースト、早めのバースト。さあ画面端脱出、細かい技で厳選していく、さあ大きなダメージを取っていきたい。ドパンさん2段入って大きい攻めはドイツさん、さあ画面端の大きい攻めしっかりガード、なかなか画面端から逃げられないと言ってることができた。おっとちょっと走りすぎたか、もう立てる、ちょっと変身した、何でしょう、この心理的な変身は。ゼットマンみたいになってますよ。あーしかし投げられる、決めたのはドイクさん。さあ同キャラ対決を制したのはドイクさんでしたね。さあここでさあ2回戦第4試合、ウーゼンさんのミディア6段対日光さんのイノ7段です。さあおランクアップ出ましたね、日光さんにランクアップ、ぜひ勝っていただきたい。しかし日光さんはシードだったがゆえに1回戦を戦っていないので断機が終わっていないかもしれません。その点、ウーゼンさんは先ほど断機しっかり終わりましたので、試合感という点ではウーゼンさんにリードがあるかもしれませんが、の試合いっぱいかましているのでそんなことは関係ないかもしれません。さあ勝ち合ったレンジャー、カウントが減っていく、もううまく取っていくのはウー、ニッコさん、まあ、お互い速い展開でとてもついていけない。さあ投げ落とす、どうもミリアの置き攻めは投げられやすいんでしょうか。さあ開幕2本目開幕取っていったらウーゼンさん、しかし日光さんが即座に取り返す、置き攻め通してウーゼンさんのミリアの体力はすでに半分、ミリアは相変わらず防御力はペラペラなんでしょうか。きっちり対空で落としていく、ニコさん、さすがシードといったところか、まあ、くじ引きなんですけど、さあ、おしかし取り返せるか、ガードを揺さぶって、あしかし、きっちり差し込んで、ニコさん勝利。
最高に興奮した。あ、いいキャラですね。なんか今ちょっとかっこいいですね。